ちょっと自分の中でびっくりしたんが、だいぶ走ってきて、だいぶ来たんかなと思ってたら、今が東北自動車道やったんですよ。今のがあそこが東北自動車道っていうことは、まだ真ん中ですね。あと半分渡らないと海には行けないですね。今来た倍、それ以上走らないと縦断できないです。すごい、さ寒がえっていうんですかね、寒いに、なんかそこもあんまり知らない。さ、一番楽なのはもう一回来た道を戻る、あの高速で帰るのが一番早いんですけど、その安定はちょっと求めてないの。セロとか、じゃあ、大きいバイクでしたね。パワーありそう。確か出発したんがもう8時前ぐらいでしょ。7時台やったと思うんで、もう2時間は走ってますよ。で山形で山形なんですよ。お話になりませんわ。こういうちょっとこう売店っぽいところ、あそこ座るとこもあったんで、ちょっと塩分補給したいと思います。大口町です。休憩します。こんな感じです。こっから来て宮城越えて仙台で新潟の方に入る。まだここ真ん中ですよ、ど真ん中。まだ全然こっち、ある程度通ったとこない、通ったことのない道を制覇できたら、まあ、あとは高速乗っていいと思いますよ。じゃないともう帰れないですからね。とにかく新潟でヒーアンに会うまでは頑張っていきましょうか。新潟に入ったらだから連絡しましょうっていうんですね。なんてったって山形ですから、なんてったって山形、なんてったって山形、ツタタンツタンタンタタンツタタンタタンタンタタン、本当は秋田に行くはず、それを無視していろんなとこを走っちゃってる母さん、あのダーツの旅のアプリは何の意味だ、ツタツタッタッタッタ、山形に行っても宮城県に行っても秋田に行ってないならば、あのルールは全然意味がない。ない、でも配信するにはするけど、スパチャがなくてはノーサンキュー収益が大切よ、記憶正しく美しく、なんてったって母さんそこらで寝ている、岩間母さん、なんてったって母さん快活クラブでいつもポテトYouTuber はやめられない。 Hey! なんてったって母さん、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 お金は貸さないお金は貸さない、仙台、青森、東北で以上、あっちもこっちもどっちも畑、母さんベルシスで一変化、低燃費が売りなのね、ベルシスでロングツーリング、絵になるね、絵になってるかな、再生数だだ下がり、宮城に仙台、新潟、東北、どんどん走って再生数を稼げん
キョンキョンの歌シリーズ。あ、牛の匂いがする。牛がおるな。これ次右です。あ、さっき右やったとこ行き過ぎてもうだから、歌ってたから。ぼーっとしてたら行き過ぎる、ちゃんと見とかなきゃダメなの、なかなか情緒ある橋渡る、地元の軽トラの後、川はなぜか茶色い、なんこんなに普通の山形の道で出会ってしまった軽トラ、俺の先導をやってくれてありがとう、何を栽培してるのかしら、あなたについてゆくあれ右に曲がってさようなら今あなたについていくを言うとこだったのね。ズッキンドッキズッキンドキン、ズッキンドッキズッキンドキン、あーダンツク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 ダン、なぎさの灰から人形キュッとない、ズッキンドッキン。そら若い YouTube の人はもうちょっと友達になられへんわ。おっさんしか怖いね、こんな元ブログしてたら。ベルシスのことも話してないしベルシス結構やっぱいいっすね。なんか僕旧車ばっかり乗ってたけど、やっぱ旅に行くんやったらやっぱり一番新しいバイクに乗るのはもうこれいいっすね。旅に特化してるからちゃんと。とっとっとっと、恋人よ僕は旅立つ、東へと向かう列車で、花やいた街で、多分君のこと忘れて女作るつもりだそうね、あなた人一倍性欲が強いのね、そうね、最悪お金をたくさん稼いで送って、お金だけを送っててててててて、現状は月2回風俗通ってお金がないんだもの、都会の家賃は結構高いぞ、今月お金送れなさそう、そうねあなたでもアコムやカードローンがあるのよ、無人君でお金上限いっぱいまで下ろして、そしてすぐ送金して、ちゃ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 ちょっと雨降ってきましたね。まあ天気雨的なことやと思うんですけど、はい、降ってきたんでちょっと避難してカッパ来ます。雨っす。カッパに着替えました。ベルシス君も寂しそうです。まあでも雨雲の方に進んでいってる可能性もあるんで、まあまあ、あの上はいいんですけどね、下が結構きついんですよね、大きさが。ズボン抜きました。道の駅ね、多分待った、なかなか通らないですよ、こういう道も。見てください、あの山の、山肌を。絶対クマおるわ。ただ、まだ入ったばっかりなんで、ちょっと山あいですけど、新潟です。ちょっと今、眠いんで、
あの人間の欲っていうのはいろんな欲あると思います。物欲ね、睡眠欲ね、承認欲求欲、いろんな欲があると思うんですけど、欲には欲で対抗するしかないんですよね。だ眠たいっていう欲はもうそういう自分の欲望とぶつけることでしか解消できないんです。例えば起きて眠たい、何もする気がない、それは何でか、寝たいという欲が自分を支配してるからです。じゃあ寝たいっていう欲に勝つためには性欲ね、性欲をぶつけていくんですよ。よしで戦わせる、欲と欲同士を、ほんならある程度中和されてこう次の行動に移せたりするんですよ。だから今僕非常に眠たいんで、なんかこういう欲ね、こんなんみんな思ったことないですか。今の経験と気持ちと記憶を持ったまま高校生ぐらいとか中学生ぐらいにタイムスリップできたらなみたいな、そんならもうめちゃくちゃモテるっしょ。だってダンスはできるしさ、でまあ別に高校生ぐらいの女の子と喋るのに、そんな別に何も緊張も何もしないわけでしょ。昔はなんでしてたかって言ったらさ、よう分かれへんかったからじゃないですか、女の子のことが。今分かってるかって言ったらまたちゃいますけど、でもあの頃よりは分かってるわけじゃないですか、経験も含めて。どないなってるかも分かってるし、だから別にこっち的には余裕だから、女の子がさなんかこう、あ話しかけてほしいんやろうなとか、あ逆にここは優しくしてほしいんやろうなとか、あここはあんまりそういうエッチな方向じゃなくてもっとお話ししてあげて、でこう楽しませてあげた方が逆にいいんやろうなとかさ、わかるわけやんそういうのが、うん、しかも当時この子らが可愛いって言われてた子以外のこうまだこう自分の可愛さに気づいてない、こう原石みたいな女の子をこう自分で育てるみたいな楽しみもあるわけじゃないですかね。だからって思ってたら、ちょっと眠気覚めてきたからよいしょ。お食事どころがですね、ご飯を別に食べたくない時に限っていっぱいあるんですね。お食事どころが何なの一体、何だし何だし AGC。 あー暑い、めちゃくちゃ暑くなってきて、なんかねご飯食べへん言うた時に限っていっぱいご飯屋あるんですよね。どないなってんねん本当に。じゃあもう寝よう思て、あ、トイレ止まったけど、そうここで寝ようかな、ちょっと休む、もうフラフラ。ご飯食べる、うん、そうしよう。ご飯、でも新潟向こう行く、えこっちでこの辺食べる、どこでもいい、ほんまにもう、いや、もう帰りすがらやったらどこでもいい。おさもう半分寝てるじゃん、さっきから蛇行してた。でも1時間きついよ、え1時間ぐらい、1時間きついな。でも、さっきんとこ今日は日やのここ文化養殖いの今からご飯です。有名なここ。いや有名らしいです。あそう、すごいよね。いつもね気にかけていただいてありがとうございます。さあということですね、まあちょっと作戦会議したんですけど、なんか何だかな、新潟の真ん中に行くまでになんかそういう、バイパスみたいなのがあるんですよ。70キロぐらいぶっ飛ばせる、そこ行こうって話になってて、はい、さあ新潟これかな、バイパス7、これを行けってこと。黒崎へ来た休もうよ、ゴールドウィングミーティングですかね、ツーリングですかね、すごいですね。はい、それでは行きたいと思います。アドベンチャー系の利点っていうのはやっぱ荷物の積載とポジションの良さですね。ただ足つき性とかはその人にもよると思うんですけど、
ちょっと難しい部分とかもあるかもしれないですね。でももし万が一何かあってもエンジンガードがついたりとか結構守ってくれる部分もしっかりしてますし、まあ1日800キロぐらいを高速で走破するぐらいの力は余裕でありますね。まあ体調がですね万全で朝から走れば1000キロは余裕ですね。昼から走って真夏で800キロぐらい走ったんで総括しますとね、はい、今フルスロットルです。フルスロットルだとベルジスはこういうスピードの挙動です。はい、まだまだ遠いですよ。バッテリーだけ交換しましたけどね、これから暗くなっちゃうんで軽く踊りました。ほんま軽くやけど、ダンサーっていうところも見せとかないと。まあでもまだ気張ってもしゃあないですよ。あと300キロありますから。ってことは余裕でガンガン攻めて3時間。ベルシスと、頑張って走って関西圏まで帰ってきました。今ね大津ですね。もう2200弱ぐらい走りました、はい、あともう一踏ん張りなんですけども頑張ります。本当に自分でねオイル交換してで、まあ、無事に走ってねオイル漏れもせずに、すごいバイクやなと思います。アドベンチャーバイク好きになりましたね。ちょっと本日のまとめお話ししたいと思います。まあ自分のですね勝手に決めたゲームでダーツのねアプリで自分で勝手に決めといて、で勝手に行って勝手に決めたくせに秋田は行かずに秋田以外を全部行ってみたいな勝手な企画やったんですけど、本当に何回かもう本当に後悔というか、軽々しく俺何しててみたいな感じでちょっと思ったんですけど、でもやっぱりやれる時しかやれないっていう話で、今日もヒーヤンとかとねご飯食べながら話してたんですけど、こんな無茶できるのってちょっとそんなそうそう何回もできへんやろなと思って、それは資金力もそうやし仕事的にもですよ。本当はしないといけないことをそっちのけでやってるんですけどね、だそれがもうできなくなる時が来るかもしれないから今やってるんですけど、別に原付でその暗がり峠をチャレンジとか別にできたわけじゃないですか。やおにしといてね、当たりを。でもなんかね やってみたかった、行ってみたかったっていうところで、で実際行ってみたら全然こう思ってたの違うくてもっと大変やったみたいなところがあってみたいな。だからぜひですねこれ見た人チャンネル登録してください。でチャンネル登録してる人は拡散してください。トモスも含めてね過去の伝説、いろいろですね、リンク貼ってもらったりとかリツイートしてもらったりとかいろんな関わり方があると思うんですよ。まあスパチャとかね YouTube の課金だけじゃないと思うんで、ぜひぜひちょっとそういう関わり方、あとまあ T シャツとかステッカーとかも売ってますし、これからまたカッサンチャンネルの新商品とかも考えてるんで、なんか自分が関われるなっていうところでぜひ応援よろしくお願いいたします。はい、本当にね今日でもヒーアンにこう先導してもらってる間はホッとできるんですよ。だからそういうね
やってる中で関わるもよし、遠方の人で会われへん人はネットで関わるもよし、ぜひ皆さん応援してください。はいはい、皆さんのコメントとね、再生回数でこの番組は成り立っております。下世話な部分もありますけども、ちょっと真面目な気持ちのトーンでお話しさせていただきました。よし、見てみよう。おいくら？6920円。安い。乗った意味あるわ。ほんでどっちや、こっちか。中国道には乗りません。節約ね、下道で帰ります。7000円切ってましたね。さすが ETC。 だから高速代だけで言ったら行きしが1万ちょっとから1万8000円ですね、往復高速は。でそれにガソリン代1万円足して2万8000円、まあ3万円ぐらい。3万円か。原付1台売っても帰ってこうへんような値段ですよ。見てこのアイドリングの安定加減、さすがフィールインジェクション。見てください、2205走りました。2205、やっと帰ってきた。さあ仕事が溜まってるかな、いろいろやりましょうね。ちゃんと仕事もしないとバイク乗れないです。頑張ろう。また見てね。